欧州規模の政党はヨーロッパにおいて国境を越えて活動する政党組織。欧州政党、ユーロパーティとも言う。欧州連合ではこれらの政党について主にマーストリヒト条約第10条で以下のように規定し資金の供与を行っている。この規定により欧州連合の規則において欧州規模の政党やその資金に関する規定を定めている。2006年までに 欧州議会での活動金を受ける資格を持つヨーロッパ各地の政党連合による10の欧州政党が創設されている。欧州議会内において、これらは政党間、または政党と無所属議員間で政治会派を結成している。近年欧州委員会では欧州議会議員選挙での投票率低下を打開するために欧州政党の設立を促す計画を進めている。 2007年6月に発表された計画では、セミナーの開催や活動資金の共有額増加によって成長が見込まれる組織のヨーロッパの課題への参画を見込んでいる。2020年現在、以下の10の政党が正式に登録されている。欧州規模の政党として認められ、EU から助成金を得るためには、以下の条件を満たす必要がある。また、 助成金を受けている政党は500ユーロ以上の献金を公表する必要があり、12000ユーロ以上の献金の受け取りは禁止されている。EU に正式に登録されているもの以外にも、欧州連邦主義のボルト、ヨーロッパや動物の権利保護を掲げる、動物政治 EU、欧州海賊党、ヨーロッパ、民主主義、エスペラントなどが、欧州規模の政党として活動している。 また、国内政党間の同盟、ネットワークとして、北欧緑の左派同盟や、共産党、労働者党イニシアティブ、ヨーロッパ反資本主義左翼などがある。欧州規模の政党は、各国の有権者との結びつきの弱さが指摘されている。欧州規模の政党は共通のマニフェストを策定しているが、欧州議会議員選挙における実質的な選挙運動は、 各国の国内政党によって行われ、候補者の選定も国内政党によって行われていることが多い。また、欧州規模の政党への助成金は加盟する国内政党の活動には使用できない。このことが欧州規模の政党に参加しない国内政党に不利になり、EU の掲げる多元主義や民主主義の価値観に反しているとして、欧州司法裁判所に訴訟が起こされたが、 いずれも帰却されている。ありがとうございます。